ああのまあ、今回、きのうは市議選の方に移行されて、まあ、同じ投開票日になりますが、まあ、市長選や知事選がある中で、まあ、今の質問とも関連すると思うんですけど支援体制というか、支援の仕方というところで、代表自身が何とか沖縄入りをこれも続けて、選挙期間中、何か訴えていくとか、そういうような形になるんでしょうかありがとうございます。まあ、今ちょっっととコロナのの感染いいう状況も広がっている中での、えー 選挙戦なので最大限気をつけながらということは基本になります。私たちも入るときには PCR テストなども行いつつですね。であのおっしゃる通り、えー、県知事選ではデニーさん、で市長選では長西さんで、えー、議の案の市議選ではプリティさんというところの勝利を私たちは目指していくということになっていくと思います。まあできることと言ってあのなんだろうな特別なことってなかなかないですね。えー、お弁当を配ってその中に一万円札入ってましたみたいなことは自民党界隈であったって聞いたことがありますけれども。 私たちそういうことはしませんし、<laughs> なので、あの、本来、本来通りのと言いますか、人から人へということで、指、え、示、ー、を訴えていく、えー、しっかりと獲得をしていくという地道な作業を、えー、やっていきたいと、そう考えています。